ショッパーズプラザ新浦安時代の外観イオンスタイル、新浦安西島外観イオンスタイル新浦安は、千葉県浦安市入選一丁目にある、イオンリテール株式会社が運営する、大型ショッピングモールである。前身は、ショッパーズプラザ新浦安であり、旧、大英運営時代の店番号は0409。開業当初のキャッチコピーは、新、生活便利館誕生。 新浦安駅前に位置し、ペデストリアンデッキで新浦安駅南口や、モナ新浦安とつながっている。開業時の名称は、ショッパーズプラザ新浦安であり、生活便利館と銘打って、ショッパーズプラザの名称を使用した、最初のショッピングモールである、スーパーコンビニエンスシティをコンセプトにしていた。計画当初の仮名称は、ユース。 開業当初は240の専門店を有した。かつてはディスコも存在したが、現在は閉店している。当店が存在する以前は、オリエンタルランドが保有する空き地であった。日本国有鉄道が、京葉線を開通させるのに伴い駅が設置される、こととなった新浦安駅前は、再開発する機運が高まった。1983年に、 長谷川工務店が初めて大規模開発事業を担当することになり、浦安 AMC プロジェクトを立ち上げた。その時、大英が出店に名乗りを上げ参画し、他の10のデベロッパーと共にオリエンタルランドの駅前周辺の保有地を買収することとなった。そのうち、駅前の南口の7ヘクタールに大英含む16階建ての総合ビルを建設を計画していた。 当初は、大英は、地元商店と共存した商業施設として、出店を計画していたが、長谷川工務店と共に協議を行っていた浦安氏が、駅の表と裏を作らないよう注文をつけ、北口にも配慮することや、大英側が北口にも出店するよう要請した。大英は、この要求は到底を飲めるものではないと、困難の姿勢を示していたが、 この計画が10年越しの計画であったことを考慮し、北口にも出展することを決意した。その後、試行錯誤の計画の変更により、地上8階、地下2階の大型商業施設のみ分離して建設されることとなった。1988年には公に構想が公表され、新浦安オリエンタルホテルと共に建設された。試行は株式会社浦田が担当した。 かつては月に一回ほどベイフムの DJ ショーや公開録音も行ったこともある。都心から近いこともあって大英紐屋店と並んでマスコミへの露出が比較的多い。ありがとうございます。